2009年のアシモグルカメールダロンアシモグルはトルコとアメリカに国籍を持つ経済学者マサチューセッツ工科大学エリザベスジェームズ・キリアン記念経済学教授を務めている2019年現在過去10年の間に世界で最も論文が引用された経済学者であるアルメニア人の両親からイスタンブールで生を受ける1986年に イスタンブールのガラタサライ高校を卒業1989年にヨーク大学で学士1992年にロンドンスクールオブエコノミクスから数理経済学と計量経済学の博士号を得る1992年から1993年まではロンドンスクールオブエコノミクス講師1993年からはマサチューセッツ工科大学に在籍している 2019年現在、過去10年の間に世界で最も論文が引用された経済学者である。彼の研究分野は政治経済学、開発経済学、人的資本論、経済成長論、イノベーションの経済学、サーチ理論、ネットワーク理論など多岐にわたり、近年では特に社会の発展の政治、経済、社会的な要因、 各国の政治制度の発達メカニズム、テクノロジーが経済成長や分配に与える影響を重点的に研究している。また、労働経済学、人的資本についての分析を行っている。ありがとうございます。